さんはそういうのを参考にしてくださいと。KJ、 KJ だったら別に何使っても勝てないでしょ。総裁選で負けてたってことはもう総裁が怒らない距離に行ける風の方がいいですね。じゃあ相手が雷とかでバリバリしてくんなら、え、 6A だったらジャンプインでぶっ込みは死ぬでしょ。うん、6A だったらジャンプ入れて込めば死ぬはずですが、まあ相手が雷とか 6A とか振ってくるんだったら、あのそれこそ 6A だったら 2B 突き刺しやればいいし、待たれて 6A がもろもろがどうにもできない。だったら空中でホーミングで走り回して 6A が 4A になるような距離を使ってだね、もしくはもう地上戦で横穴だけ気にしながら 2B の2B で刺す動きをしていけば、守りが 6A は別になくなるか、実際あの守りって守りにおいては本当に 6A が要だから、まあ、6A 潰しの行動も混ぜていかないと、守りは 6A だけで一択でよかったり、こいつ 6A だけやってきやがると思ったら、あの前側キャンから縦穴横穴ばっか振ってくるようになるので、はい、だからそういうのは、うん、まあ多少の読みはいるけども、でも単純に本当にあの組み合わせは守りの痛い行動って大抵なんだろう、ジャンプ B のカウンターとかあの縦穴とかそういったものになるから、空の、ま、リリカは空中で陣取って、あのジャンプ B とあのオーカだけ気をつけてふわふわしつく、あの前田妹とかジャンプしたらジャンプ E とジャンプ B で突き刺していくっていう、まあ、空中にいる守りをとがめに行くのが一番楽だね。実際地上で待ってる守りは、まあ、どっかで 6A 型に横穴漏らすようにできてるから、そういうのは、まあ、どっかで噛み合わせて殺すしかないけど、うん、まあそんな感じでしょうかね。はい、ユリピョンのアルカナ攻略でした。まあまあペトロリリカってね、自分が使うとすごく弱く感じるキャラなのはもう経験上知ってるから、うん、だからでも実際ね、本当に落ち着いて、憧れの里健先生がいらっしゃいました。いやもう憧れちゃうな。リリカって本当落ち着いてね、要素だけ見ると地上で振れる技はマジでガチで、刺すだけなら 2B とかあるけど、まあ、基本的には弱いんですが、空中戦だけはマジこのゲームもう最強あるんじゃないかな。剣を装備してるバイスだって別に空中戦やれるっていう恐ろしい空中戦をで、ホーミングもあの速さだし、うん、だから、地上でもうガン待ちしてるんだったら、あのホーミングでかき回して空中に守りが行くようになったら、そこをジャンビージャンイで突き刺すっていうプレーにすればリリカは負けないと思います。あと、まあ、守り使いが暴れてる人多いから、あの暴れるの一生誘って暴れたところに何か突き刺して殺すっていうのでも結構守りは勝てると思うよ。はい、94031は最近アルカナやってるの、じゃあこれは僕の相方のペソさんに聞いてみましょうかね。ペソさん、相方の変木はアルカナ最近やってますか？まあこの前バンバンバンに14連敗ぐらいです。14連敗じゃないですね、まあ、連敗じゃないけど14敗ぐらいしましたね。一生14敗ぐらい。やってる量は、まあ、お察しということで。なれたよ。いや、俺だって数こなしたね。負けないっすよ。じゃあ数こなしてください。ですよねー。はい。さあ、これひどい目に遭いましたよ。さあ、連続ちゃん、道でつぶやいてたけど、まあ、期待はしてないよ。じゃあ最近この94031、さっきからやけに食いついてくんな。まあ最近何やってるのって適当ですわ。これな、まあ別にあなたが喜ぶようなことはしてないんじゃないかな。はいはい、
キャラ愛と人間性能は比例するものなのですか？しません。全くもってしません。基本的にキャラ愛って口にしてるやつは言い訳、負ける言い訳にしてるやつがほとんどなんで、まあ残念ながら厳しいことを言ってしまうと大半が負ける言い訳にしてる人が多いから、はい、まあ実際だってどのゲームだって一番強いやつって、人間的に一番強いやつって一番強いキャラ使ってるし、そういうやつが使ったサブの方が強いってことがほとんどだからきついことを言ってしまうとね、うん、まあただキャラ愛を持つことによってゲームをやるモチベになるっていうんだったら持つべきです。だからあかりさんのペトラとかがいい感じかな。キャラの今回最強キャラだけど、キャラも好きだから、最初の方はいい方向に働いてたっていう最近はちょっと切符取ってなんか天狗になってるけど、まあキャラやって強いキャラとか最高ですね、間違いないですね。まあでもペソさんのようなね、バイス使ってもゴミみたいなプレイヤーがたまにいるから、まあ、この間はシャルラハにキャラ変えたら途端に本来のプレイヤーの良さが出て勝てるようになったけど、バイス使ってた時のペソさんマジやべえよはい、特殊 KO 一強ペトラ、うん、僕もそう思う。あのねペトラもうあれ はっきりほとんど乳首見えてるからね、たまんないねペトラ。いやペトラ髪と胸でこいてもらって僕は最高ですわい。ペトラについては AKR に語ってもらった方がいいかな。はい、最近どのゲームでも使いたいキャラが軒並みジャッキャラなんですけど、どうしたらいいですか？あー、まあそういう人いるよね。あなたがどこまでのプレイを求めるかだな。なんでしょう、攻撃に出てAKR が語ると長くなりそうだから勘弁で。おいおい J、 お前何やってんだよおい、なんだこれは。おい、やめろ。おい、やめろ。開くな。開いたらこの放送が発揮になる。やめろ。愛してるよエコー、俺によこせだっていやー、ほんとペドイなコメントでペドイナだって。いやー、 J さんマジパネス嬉しそうだじゃない嬉しそう委託はいつですか？それでコミケで買ってきた。委託されてるらしいですよ。うん、いや視聴者プレゼント来ました。いや、ワンチャンあるの、ワンチャンあるの、どうやって送る人いやー、まあでもなんかエコで青切符取れたらあげてもいいよだって。まあでもどうせあげてもこの人使用済みだけどねジップでプリーズまあ僕とマイミクの人はねジップであげるよ。はい、今軽く僕は犯罪発言しましたね、ニコリ。いやーでもね、実際この人のね部屋ね結構面白いよ J さん。あ、これはプライベートに関わるからやめとくかはい、なんだなんかね、ペド野郎が来たせいで話が一気にぶった切られたんですが、なんだっけ、なんか話求めてる人いたよね。使うキャラが軒並みジャッキャラとか、その人かなんだっけとか、おい言ってるやつか、それじゃダメだろ、話になんねえよおい頼むぜ、いいけど。アルカナの同人誌はなんか7冊くらい出たらしいですね。で、なんだっけ、ロリカナハート3と、シャルラハと、なんか合同誌と、おい、ダメダメダメ、それ映したらダメそれは映したらダメ、それ映したらダメそれ映したらこのね録画がなくないことになってしまう。危ねえ、危ないっていうかアウトかな、アウトっぽいな。あー、ギリギリ大丈夫か、大丈夫だね、うん。あー、キラボンとかあったんですか。まあ僕コミケ今年行けなかったんでちょっとあれで、バカ時々とか持ってるらしいです。
うん、うん、まあ、あのアルカナの主要キャラとかまあいいでしょ多分このラジオ聞いてる人そんなこと聞きたい人いないと思ういやー腰が痛い、うん、いやー、にしろもう最近はね、マリサと6つのキノコっていう東方の同人芸が出まして、まあ、マリオのスーパーマリオワールドのマリオランドの6つの金貨の、パロディなんですけど、めちゃくちゃ面白くてね、デーラやってますね。あ、憧れ金、いやー、黄昏です。あのメガマリとかそっち系ですね。あーまあそんな感じで僕は BC スーパー、 BC スーパー出てる？いや出てないね関係ねえだろバカ野郎BC スーパーじゃねえよ、はい、え、誰誰マジ超嬉しいんだけど、誰だ。なんかケチャンによく似たイケメンですね誰だ。さあリアルイケメンですが、キャラ人気も格ゲー人気もないのになぜシリーズが続いているのか、ひとえにエクサムの、資本金が多いからです。エクサムのやる気に感謝しましょう皆さん。まああとまあそんな感じかな。うん、エクサムがやる気満々ですマジで。しかもあの会社デラ金持ってるから、なんか金尽きたという噂も聞いたんですが、よくわかんないです。 NY はまああれはいいでしょ。やる気のあるゲーセンでの稼働っていうので意味では最初の新作と言えるから、うん、まあいいんじゃないかな。アルカナは元にね、フルの時に商売方法を間違えて噂悪くしちゃっただけだからね、ちょっともったいない。デモンブライド言うな、おいやめろ。ドラマ CD もね超面白かったのにね。だから俺はお前のことを認めてんだよとかいう、なんかレイゼとクオンがイチャイチャしてるドラマ CD でしたが、たまんなかったね。いやー家庭用じゃね普通はで、ナズナがなんか一瞬でうんうんいやー変木ナズナの出番かな。まあアランとやるとツタと2周だけで殺されるけどうん、まあ僕のナズナ1ミリも画面見ないんで、まあ、魔法のエプロン来た。これ魔法のエプロンなんか前いいともに出とったらしいねなんかエクサムの作ったファンシーなゲームまあどういうゲームか1ミリも知らないけど、うん、スカイは KOF は入ってないですね。なんで僕ちょっと攻撃のために13ちょっと一旦休止したんですけど、それまではずっとスカイに KOF が入ってないのでスカイ来てませんでしたシューティングってバカよ。スカイステージかよ。スカイステージはもうどこの最初から入ってないですよスカイステージはねもう XBOX でやるしかないんじゃね。俺はやるけど、うん、やりますよそりゃ。いや まだ出てないんじゃない。殿様、おーと思いました。殿様が出らなんか上手いらしいっていうのは聞いて、なんか殿様と、まあ、KOF 投撃終わると人少なくなりそうだから入荷厳しいか。13はね、でも13正直ね、変なバグばっか取り上げられてね、中身見てない人多いんだけど、ゲーム自体はめちゃくちゃ面白いんですよ。本当によくできたゲームだから、まあキャラが強いとかバランス悪いとか、まあそんなのいつもの KOF だし、11とか、まあ12、うん、そうだね、12で、なんか12もゲーム自体は悪くなかったらしいんだけど、正直誰にも興味を引かれないゲームっていうゲーム性の時点でちょっと、うん、あれだったねキャラがでけえ。あとガードアタックとか総裁とかいろいろシステムあったけど、まあ、僕あのゲームやってないから、ジャイアンがいない。